ダム・スミスの経済学をうんこで説明するポコルムです。それでは早速見ていきましょう。時代は今からおよそ250年前、イギリス出身の学者、アダム・スミスがいました。アダム・スミスは何者かという話なんですが、人類の歴史上最も影響を与えた人物ランキングで30位にランクインしています。何がそんなに偉大なんだということなんですが、基本的に経済学というと、その始まりはアダム・スミスだと言われる場合が多いです。なのでおおよそ、経済学の教祖様というと、アダム・スミスのことだと考えてもらって大丈夫です。そして、現代の日本などの多くの国は、資本主義社会というのを生きていますが、この社会の仕組みはかなり多くの部分を、アダム・スミスの理論のもと動いています。では、アダム・スミスの経済学とはどういうものなのかということですが、そもそもまず経済というのは、人間社会における生産活動の学問です。アダム・スミスはまず、この人間社会の生産活動における基本の基本の大原則としてこう言いました。価値は労働によって決まる。まあ軽く意味不明なことをほざいてますが、例えばダイヤモンドに価値があるのはなぜかと問われたらどうでしょう。これに高いお金を出す人がいるからと言えます。ではなぜお金に価値があるのかと言われたらどうでしょう。なかなか難しいと思います。しかしアダム・スミスに言わせると、価値は労働によって決まる。なわけです。つまり1万円を払うと人を10時間労働させることができるわけです。この労働させることができるということこそが真にお金や物の価値を決めているわけであり、この労働こそが世の中のあらゆるものの価値の根源だというふうにアダム・スミスは考えました。なのでもしも100万円をドカンと出して1時間働いたらこれやるよと言ったとしても、誰もこれに応じて労働してくれなかったら、この時のこの100万円は我々現代日本の感覚でいうところの1000円の価値はないことになるということです。逆にドカンとうんこを出して100時間働いたらこれやるよと言ってたくさんの人が殺到したら、このうんこは10万円くらいの価値があるということです。価値を決めるものというと、我々は値段がいくらくらいかと考えがちですが、しかしお金というものはあくまでも価値を交換するのに便利な道具でしかなく、真に価値を決めているものはあくまでも労働だということです。このようにあらゆる人間社会のものの真の価値の根源は労働であり、言い換えると、労働をすることによってのみこの世に価値が生まれるというふうにアダム・スミスは考えました。つまり一つの国において労働によって生み出された価値のデカさこそがその国の富であり、これこそが国の富の究極の源であり、言ってしまえばこれさえうまくいってれば国は豊かになり、これがダメなら国は貧しくなるということです。アダム・スミスの時代において、スペインとポルトガルは金銀を大量に貯め込んでいたそうですが、しかしこの2つの国は超貧乏で、逆に金銀を全然持っていなかったアメリカは人々がたくさん働きまくってたので、ものすごい勢いで国は豊かになっていたそうです。そしてこの理論をベースにしてアダム・スミスはさらにこう言いました。農業こそが国のパワーの根源だ。これはどういうことかというと、例えばある部屋にうんこがあるとします。するとハエが発生しますが、ハエはうんこの栄養のおかげで増殖することができます。このハエの増殖はうんこの栄養のおかげであり、うんこの栄養の量によってハエがどれくらいまで増殖できるかを決まるわけです。これと同じように畑を耕すと飯が出てきます。そして飯を食うと人間は増殖するわけです。つまりハエがうんこから湧くように人間は畑から湧いてくるわけです。そしてやはり価値は労働によって決まるわけなので、つまり畑を耕すと飯が湧き、人間が増殖し、その人は労働することで価値が生まれ、この価値によって国が豊かになっていくということです。つまりこの労働が価値を生むという活動の根源には畑があるということであり、つまり農業こそが国の富の根源だということです。つまり国の富とは究極を言えば畑から湧いてくるということです。そしてさらにアダム・スミスはこう言いました。余った飯が集まって農業以外の産業が生まれる。畑がもっさもさに耕されると、やがて農業を頑張っている人全員の腹を満たす分よりもはるかに多い量の飯が余ります。飯が余った分やはり人が湧きますが、農業を頑張る労働者はもう足りてるので、ではこの余った人々は全員ニートになるのかというと、もちろんそうではなく、余った飯が集まって農業以外の産業が生まれるなわけです。つまりこの余った飯によって湧いた人々がもう人員が足りている農業ではない新しい産業を生み出すということです。こうして物を作ったり運んだり、
情報を発信したりサービスをしたりとか、さまざまな農業以外の職業が生まれ、さらなる労働によってさらに国が豊かになっていくわけです。しかしやはりあくまでもこのさまざまな職業も農業によって余った飯から湧いたということなので、その根源には農業のパワーがあるということです。しかしアダム・スミスはただ闇雲に働きまくれば国が豊かになると言ったわけではありません。アダム・スミスはさらにこう言いました。分業によって労働のパワーは爆発的にでかくなる。これはどういうことかというと、例えばうんこネックレスがあるとします。うんこネックレスを作るためには、まずうんこネックレスの金属の部分を作るために金属を採掘しに行って、それを加工して、そしてうんこを生産して、そしてこのうんこをこねて、うんこを金属とくっつける必要があります。しかしこのうんこネックレスをもし俺が一人で作った場合どうでしょう。俺はうんこネックレスを作るための5つの工程についての専門的な知識や技術や経験も全くないので、おそらくうんこネックレスをたった1つ作るのにも1ヶ月くらいの時間がかかり、また相当品質の悪いものとなるでしょう。しかしそれぞれの専門的な一流の技術者が役割分担してうんこネックレスを作ったらどうでしょう。役割分担によって金属の採掘、金属の加工、うんこの生産、うんこのこね、結合はそれぞれの分野にそれぞれの専門的な一流の技術が注がれるわけです。その結果、俺がいい加減な技術で作るよりもはるかに高品質のうんこネックレスを、しかも俺一人で作る場合よりもはるかに大量のうんこネックレスを生産できるわけです。これを買うことで俺は、うんこネックレスを自分で作るための膨大すぎる時間と手間を省いたにもかかわらず、自分で作るよりはるかに高品質のうんこネックレスをつけながら、動画編集という自分の仕事に集中できるわけです。このように一つの製品を、細かく仕事を分ける、つまり分業をすることによって、労働によって生み出される価値を爆発的に増加し、そしてその増加レベルは、1人から5人になったので5倍という単純計算ではなく、1人より5人の場合の方が何十倍、何百倍の価値を生み出すことができるようになるわけであり、これによって国の富を爆発的に増やすことができるわけです。逆にもし分業がなくなれば、全てを1人でやらなければならなくなり、我々の暮らしは原始人レベルに退化してしまうということです。そしてさらにアダム・スミスはこう言いました。人々に自由を与えることで、労働のパワーはでかくなる。これはどういうことかというと、例えばうんこネックレスを作る5つの職業に対して国の中央政府の偉い人が、この会社しかうんこネックレスを製造できなくしろとか、うんここね職人の給料はこれくらいにしろなどと上から強制して人々の自由を奪うことで、労働から生み出される価値は大きく下がるということです。これはなぜかということですが、ではもし国の中央政府がある一つの会社だけしかうんこネックレスを作れないようにしろと言ったらどうでしょう。お客さんはうんこネックレスを買いたい場合、この会社からしか買えません。なのでこの会社は、どんなに値段を上げようと、またどんなに品質の悪いうんこネックレスを作ったとしても、どんどん売ることができるわけなので、悪い商売を商談になるわけです。その結果、お客さんはだんだんうんこネックレスを買わなくなり、国のうんこネックレス産業は衰退して生み出す価値が減り、その結果国の中央政府が得られる税金も減るわけです。ではもし国の中央政府が、うんここね職人は最悪な仕事でかわいそうなので、うんここね職人の月収を一律100万円にしろと言ったらどうでしょう。この場合、うんここね職人は、ちゃんとうんこをこねてもこねなくても、どうせ100万もらえるし、いいこねができたとしても給料は増えないわけです。その結果、コネの弱いうんこネックレスが出来上がってしまって買った人は損をするし、またこれによってうんこネックレスの売り上げが下がれば、うんこネックレスの別の職人の給料も減って別の職人も損をするわけです。しかもその結果、コネの技術を全然持ってない人が100万円欲しさにうんこコネ職人になろうと殺到して、その人たちがうんこコネ職人になれば、うんこネックレスの品質はさらに低下し、業界全体が最悪なことになって国の中央政府が得られる税金も減るわけです。つまりここでの正解は、国の中央政府は何も命令せず、あくまでも個々の自由に任せてそれぞれがそれぞれの活動をするのを放置すれば、結果的に誰にとっても一番いい結果に勝手になるということです。そうすれば、
5人のうんこネックレス職人はいいうんこネックレスを作ろうと努力をし、その結果うんこネックレスの品質は上がってたくさん売れることとなって、たくさんの利益が上がって職人は得をし、またお客さんはそれで高品質のうんこネックレスが手に入って得をし、また品質が悪くて値段の高いうんこネックレスを作る会社は売り上げが下がってヤバくなるので、変わり種のうんこネックレスを作ったりして頑張って利益を復活させ、これによりお客さんはうんこネックレスのバリエーションが増えてさらに得をし、これによってうんこネックレス業界全体が盛り上がって国の中央政府がゲットできる税金も増えるわけです。このように国の中央政府が上から命令をせずに自由のままにそれぞれの人々を放置すれば、結果的に誰にとっても最大の利益が得られるということです。この自由の理論はうんこネックレス業界だけじゃなく、あらゆる産業にも言えることであるとアダム・スミスは考えました。さらにアダム・スミスはこう言いました。アイテムをぶっ込むことで労働のパワーはでかくなる。例えばゲームをやってる時にキャラクターに全くアイテムを装備させなかった場合と、ゴリゴリにアイテムを装備させまくった場合で、そのパワーは全然違うわけです。これと同じように2つのチームがあったとしても、一方は全然アイテムがダメダメで、もう一方は最強のマシーンとかが導入されまくってる場合、最強のマシーンとかが導入されまくってる場合の方が労働から生み出される価値がでかいということです。そしてこのアイテムを導入しまくるためには資金が必要なので、つまり資金を投入すればするほど労働から生み出される価値はでかくなるわけです。とまあそんな具合なわけなんですが、では国の中央政府は人々に自由を与えたら上から見てるだけで何もしなくていいのかというと、これについてアダム・スミスはこう言いました。国の中央政府の役割は軍事と法と公共事業だ。そんな具合で国の中央政府は人々から集めた税金を使って自分の国を敵の侵略から守ったり、法によって人々の活動を守ったり、道路を舗装したりして人々の労働活動を促進するわけです。つまりここまでの内容を大まかにおさらいすると、まず第一に国の土地があります。そして畑があり、これを耕すと飯が湧いてきて、これで人が増殖します。そして余った飯の分の人が農業以外の産業をやろうってな具合になり、あくまでも国の中央政府は人々に対してあれをやれ、あれはやるなという命令をほとんど与えずに自由を与えることで、人々は分業の中からどんどんでかい利益を上げ、この分業はアイテムが整備されることでさらにゴリゴリに価値を生み出し、その結果国の富はどんどん増え、爆発的に裕福になって、国の中央政府はそこから税金をもらっては使って上からがっちり守るわけです。そしてやはり価値は労働によって決まるなわけなので、これらの活動は一貫して人々が労働によって価値を生むのを最大化するという目的に向かっているということです。これがアダム・スミスの理論の大まかな全体像です。そしてこれらの基本的な原則をもとに、アダム・スミスはさらにいろいろと細かいことも言っていますが、アダム・スミスの細かい理論について興味がある人は概要欄におすすめの本を貼っておくので、よかったら見てみてください。その後イギリスやアメリカや日本などの国はアダム・スミスの理論を参考にし、国のパワーを巨大化することに成功しましたが、その後世界恐慌という全世界が突然貧乏になりまくる謎の現象が起きた時に、残念ながらこれを解決する方法をアダム・スミスは教えてくれなかったせいで、世界はぐっちゃぐちゃになってしまい、その後すぐ世界は第二次世界大戦へと突入してしまいました。そんな具合なので、アダム・スミスの理論は完全に全て正しいと考えられている場合は少ないですが、しかし現代においてもアダム・スミスは我々が生きている社会の基本ルールに巨大な影響を及ぼしています。またこんな感じでアダム・スミスからスタートしたとされる経済学も、その後いろいろと発展を遂げることとなりました。以上、アダム・スミスの経済学をうんこで説明する試みでした。それではさようなら。